オンライントレック検定をアップデートします。アップデート第1弾は1997年初代ハイパーヨーヨーのベーシックレベル、スーパーレベル、ハイパーレベルの受験を開始します。というわけで、その初代ハイパーヨーヨーのレベルで受けられるトリックを一気に紹介します。以上が今回アップデートで追加されたトリックたちです。バインドヨーヨーの使用は OK です。物理的にできない技とかルーピングのスタイルの技はおとなしく引き戻しのルーピングで使ってもらった方がいいと思います。まあ要は使い分けってことですね。昔はこんなトリックリストだったんだっていうのを知ってもらうために受けてもらうのよし、昔あの技苦戦したんだなっていうのを昔
昔のヨーヨーでやってもらうもよし、最新のヨーヨーでリベンジしてもらうもよし、検定の受け方はあなた次第です。検定は各レベルの設定ごとに受けることができます。例えば今回であればベーシックトリックで全部ノーカットで撮影、スーパーレベルで全部ノーカットで撮影、ハイパーレベル全部ノーカットで撮影という感じで、必ず10個のトリックごとに分けてそれぞれノーカットで撮影してください。明らかに編集して途中で切ったっていう跡があったりすると、それは無効になってしまうのでご注意ください。そしてこの企画がいいな、面白いなと思った方はぜひチャンネル登録、コメント、そしてグッドボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。